新しくなった、はい、V ストロームで650で一番気をつけたところっていうか、その狙いっていうものはそのハンドリングにおいて、かつ全体にもおいて、で、まあ、目標としては評価の高かった旧モデル、旧型を、まあ、確実に超えるというところで、旧型の良かったところはそのまま継続しながら、改善できるところは改善しようというところで、開発を進めていきました。で、ハンドリングにおいてはまあ、車両自体の軽量化っていうのが数字として出てますが、その軽くなった分を感じ取れるような、軽快感を出すことっていうところに気をつけます。良かったところっていうのは、はい、そのどこで悪かったというか、まあ、ちょっと直したいなという部分はどこだったかっていうのを教えていただきたいんですよ。前回というか以前のもので、エンジンからまあ話をしますと、はい、エンジンは、旧型モデルが SV の、ベース650のベースだったんですが、それを SFV グラディウスというコードに変わったので、はい、それをそのまんま、受け継いで、まあ、それに多少のモディファイを加えて、低中速の力を増やして、まあ、旧モデルが、まあ、低中速がやや不足しているというところを、まあ、今回はそれで補ったというところです。あと、ウィンドプロテクションに関しても旧モデルは、若干そのライダーに対してこう風が巻き込むような現象が起きる場合があったんですが、それをもう徹底的に潰していったというところですね。いわゆるデュアルパーパスとか、はい、マルチパーパスとか言われる、はい、モデルじゃないですか、はい、そのタイヤも、はい、いわゆるバリバリのオンロードタイヤでもないですね、はい、だからそれでバランスさせる、はい、狙った方向みたいな、ハンドリングの方向みたいなものっていうのはどういったものですか。低速域ではやっぱり警戒感が非常に重要になりますので、低速域ではその警戒さを出すことを目的として、で高速域では主にこうヨーロッパなどではトップケース、サイドケースをつけるサイドバッグの装着率が、まあ、非常に高いので、その場合の双腕性、高速域での安定性っていうのを、崩さないように、それを目標にやっていきました。やはり少しはオフロードというのも少しは考える、はい、それはもうオンロードとツーリングということに。そうですね、まあ、スズキとしてはオフロードでの使用は、まあ、ないで、主にそのオフロードでも使えるっていう風な考え方は特にはしていませんが、実際は私がヨーロッパなどでオフロードも走ってたんですが、もうネイキッドのモデルなどよりかはもうはるかに扱いやすい、ポジションにしてもそのエンジン特性にしても、まあ、あと車体の軽さにしても、もうこのパッケージならオフロードも、走れることも間違いない。で高速域もそうですね、そうですね、のモデルだからこそこう味わえるという楽しさというか、走りの部分というのを教えていただきたいです。私が竜陽のテストコースや、ヨーロッパのワインディングとか、市街地も走って、もう距離としてはもう何万キロという距離を走ったと思うんですが、そこを走って思ったのが、きっと日本の峠にもベストマッチするだろうというふうには思いました。で、おそらく峠ではスーパースポーツ、それからリッターバイクなどよりも安全で、まあ、楽しくて快適で、かつ速く走れてしまうんじゃないかというぐらいの懐の広さがあると思うんです。そこを、まあ、買っていただいた皆さんにぜひ味わっていただきたいな。